はい、では権利関係の方から授業を始めていきたいと思います。皆さんお手元にテキストをご準備いただけますでしょうか。でこの速習講座なんですけども基本はこのテキストを使って、進めていきたいと思います。では画面の方でもテキストを映させていただきます。2ページ目を開けていただけますでしょうか。まずこの権利関係っていう科目なんですけども、メインとなる法律は民法という法律になります。で少し前のホワイトボードでご説明をさせていただきたいと思います。はい、ちょっと前に書かせていただきました。今から勉強していただく権利関係の中で大きなシェアを占めるのがこの民法っていう法律になります。条文数でいくと1000条を超える非常にボリュームのある科目になっております。で皆さん権利関係を始める前、民法の勉強を始める前に、大きな森を見ておいていただきたいなっていうふうに思って書かせていただきました。民法には大きく分けると5つに分かれます。最後この親族相続っていうのは一つにちょっとまとめさせていただきましたけども、まずこの相続っていうものを勉強していただきます。じゃあこの相続っていうのはどういうものかと言いますと、民法を学習する上でこの先物件債権親族相続っていうものを勉強していく中でですね、一番最初この相続っていうものを勉強して、これが全てこの物件債権親族相続に実は共通しているものを一番最初に持ってきているのが相続っていうものになります。ですからここの相続っていうのはしっかり理解をしていただかないと、この先物件債権親族相続っていうものに行った時にですね、なかなかちょっと理解がしにくいというところになってまいります。で、まずここの部分をしっかり、森の部分ですよね、押さえておいていただけたらと思います。で、私の講義ではちょっとメリハリをつけるためにもですね、この相続物件債権っていうところを、これ本当であればですね、この順番通りに進めていくんですけども、こちらアガルートのテキストの方はですね、実はこの債権編が物件編よりも先に来てたりとか、項目ごとにいろいろと順番が変わったりしています。でこちらに関しては私の方で随時ご説明をさせていただきますけども、今やってるのがこの5つの中のどこなのかっていうのはしっかり押さえていきたいなっていうふうに思います。でそれとですね、もう一つ宅地建物取引士っていう試験はですね、これから宅建業法とか、いろんな法律をまた勉強していくんですけども、何をする資格かっていうと、不動産の売買をするときに重要事項説明っていうものがやる必要があるんですね。でその重要事項説明書を読める資格、これ宅建の資格持ってないと読めないです。じゃあこれって不動産の取引に非常に関わってくる資格だっていうのが分かります。じゃあこの民法の中で不動産っていうのはどこで扱われてるか、ここの物件編っていうところで不動産に関して詳しく書かれております。で、宅建の実務でもここの民法の物件っていうところの項目は非常にたくさん出てまいります。ですから宅建試験の中でこの物件編っていうのは非常に重要になってまいります。他の国家資格なんかでちょっとご紹介をさせていただきますと、司法書士っていう資格があるんですね。司法書士っていうのは不動産登記、商業登記っていう登記関係のお仕事をする司業の先生なんですけども、不動産登記っていうのはもうその中に不動産って書いてるわけですよね。
ですから司法書士試験でも民法の出題の中でこの物件編っていうのは非常にシェアが大きいです。出題される頻度も大きいですし出題数も多くなっております。まあ、宅建試験も不動産を扱う資格ですからここの物件っていうのはもうほぼ完璧にこの授業の中で覚えていただくぐらいでちょうどいいぐらいだというふうに思っておいてください。で逆にですね司法試験とか、まあ、そういった資格試験になりますと民法の中でこの債権っていうここの部分ですねこの出題頻度が非常に高いです。この債権っていうのはどういったものが条文としてあるのかって言いますと、もう一言で言いますと契約関連ですよね。契約関連、当然不動産っていうのは契約ですから宅建試験でもこの債権っていうところからも出題は出てきます。まあこの物件債権っていうのは、まあ、どのような国家資格であっても非常に重要ではあるんですけども、まあ、特に宅建士でいきますとこの物件編っていうのはこのあと不動産登記法とかそういった科目にも通じてくるものになりますので、これはまた講義の中でご説明をさせていただきます。ではちょっと画面を変えましてテキストの方を写させていただきます。はい、ではまず最初にですねこのテキストの方をご覧いただけますでしょうか。ちょっと最初の部分読ませていただきます。宅建試験では売買契約や賃貸借契約を結んだ場合のルールが毎年出題されています。そこでまずは契約とはどのようなものなのかを考えてみましょうというふうに、まあ、一番最初にこの契約の成立っていうのが出てきております。でこちらの契約の成立、契約っていうものは民法の中では先ほどもご説明をさせていただきましたように債権編っていうところに記載されているものになります。でこの契約の成立のこちら今丸で囲みました。こちら売主 A 買い主 B っていう形でまあ図になってますよね、絵になってますよね。でこの絵っていうのはですね法律を勉強する上で非常に重要になってきます。これはまた過去問とかやっていただきますとよくわかるんですけども、法律用語っていうのは非常にとっつきにくい、文章で読むと非常にとっつきにくい文章になるんですね。で問題文っていうのは絵は全く出てきません。全部文章なんです。でこの問題文をこういう形で絵にできるかどうかっていうのがこの宅建試験合格する上でも非常に重要になってまいります。まあ、ですから私の講義ではこういった図の書き方であったりとかそういったものも積極的に取り組んでですねやっていきたいと思いますので、そこはちょっと意識をしておいていただきたいと思います。でまず契約の成立っていうところ売買契約 A さんが売り主 B さんが買い主っていう形で表現されております。でまず1番売りますって書いてあります。これ申し込み、申し込みですよね。で2番買います、これ承諾っていうふうに言われております。で申し込みと承諾、これ下の文章をちょっと見ていただきたいんですけども、 A さんと B さんとの売買契約は申し込みと承諾の2つの意思表示が合致することによって成立します。括弧諾成契約と読みます。諾成契約と読みます。こちらですね、今マーカーしております。申し込みと承諾の2つの意思表示が合致することによって成立します。でその下見てください。なお通常契約書を作成しますが、法律上売買契約が成立するためには契約書の作成は必要ありません。
皆さん契約って聞くと契約書は絶対必要だよねっておっしゃる方結構いらっしゃるんですが、こちらに書いてある通り法律上売買契約が成立するためには契約書の作成は必要ないんですね。ないんです。でこれはまた後々ですね勉強していくんですが、宅建業法の中に先ほども申し上げました宅建士の仕事として重要事項説明書の説明っていうものがあります。でこの押印もその宅建士じゃないとできないっていうものもあるんですけども、宅建業法では重要事項説明書っていうのは必ず必要だっていうふうに法律で決まってるんですね。で実はこの民法っていう法律はいろんな法律がありますけども、その中の一番ベースとなるのが民法っていうふうに言われております。でそのベースになる法律民法がこれだけではやっぱり取引をするのに、例えば不動産っていう大きな買い物金額もすごく大きなものになってきますと、やはり何か文書でちゃんと説明しなきゃダメだよねと、不動産業者と素人のお客様とでは情報量が全然違うよねと、これは民法だけの文書ではなかなか取引は難しいよねっていうふうになってくるわけなんですね。でいろんな法律がどん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 出来上がってきます。で宅建業法っていうのはそういう中で生まれてきた法律になります。これはまた宅建業法のところで詳しく説明します。で、これなぜここでそういう話をしたかと言いますと、ちょっとホワイトボードに書いておきます。民法の隣に私宅建業法っていうふうに書きました。で先ほど申し上げました民法、これは全てのベースとなるものですよっていうふうに話をしました。これよく一般法っていうふうに言われます。でいろんな法律あるんですけど、法律の分類です。分類として見ておいてください。これが直接試験に出るということはないと思います。で、こちら一般法特別法っていう分け方になってくると、特別法の方が優先されるっていうルールもありますので、ここでちょっと紹介をしておきたいと思います。ですから本来契約、先ほども申し上げましたように民法の中では契約書っていうのは必要ないんだよって言ってるんですけど、不動産っていう大きなものを取り扱いするのに何の文書もなくて取引をして後々やっぱり揉めますよねっていうことでいろんな法律ができてきます。でベースは民法なんですけども、こういう宅建業法とか新しくできてきたものっていうのは一般法に対して特別法っていうふうに言われております。で特別の法の方が一般法よりも優先されるというルールがございますので、そちらもちょっと合わせて覚えておいていただきたいと思います。はい、ではちょっと前に進みたいと思います。では一旦ですね、この契約の成立っていうところは、ここで、以上とさせていただきます。